今日も変わらず日々は続いて、人で溢れた交差点、空は今にも泣き出しそうに、今日も変わらず日々は続いて、人で溢れた交差点、空は今にも泣き出しそうに、あなたの求める子にはなれない、私はあなたの瞳には映らないまま、本当は溺れていたかったの、大人なりたくなかったの、あなたの心を見てあげられる人になりたかった、なりたかった、もっと毎日は足りないものばかりで、あなたは遠くなるばかり、空は今にも泣き出しそうに、あなたの求める子にはなれない、私はあなたの瞳には映らないまま、嘘ならついたまんまでいてよ、このまま触れていたかった、あなたの瞳を見てあげられる人になりたかった、なりたかった、もっと、本当は溺れていたかったの、大人にはなりたくなかったの、あなたの見てあげられる人になりたかった、嘘ならついたまんまでいてよ、このまま触れていたかった、あなたの心を見てあげられる人になりたかった、なりたかった、もっと、ほかで深海という曲でした。この曲はあのバンドでもね一回っていうか、もともと弾き語りの時に作った曲、弾き語りのライブ用に作った曲だったんですけど、あまりにもいい歌だったので、あの以前組んでたバンド豆腐メンタルでもあのバンドバージョンとしてね、あのやってました。で、本当にめちゃくちゃ久しぶりに弾き語りで今やりました。なんか心が大きい。あのなんかこの曲は結構おしゃれじゃないですか。なんかね、これはね結構メロディーラインも言葉もしっかり考えた曲だったと思います。そう、あと言葉遊びもしてた。あのね、 YouTube に1個載ってるんですけど、このまま触れていたかったの時は一番、そう、これ秘話なんですけど、一番最初はあの触れていたかった、普通に触りたいってことなんですけど、2番目では触れていたかったになってるんですよ。触れていたたたっていうね。そうで、そういう言葉遊びをしてましたね。ちょっとなんか、そう、もともと結構ダークな時期に作ったのかな。そう、それこそね、その結構皮肉っていうか、あなたの思う子にはなれないんだからっていうのとか、
多分19とか20歳とかで書いたのかな。そう、大人になりたくなくて、なんかそうで、なんかそう、その時はなんかみんなが言うような、そのそれこそね、万人受けする子にはなれないな私はと思って多分書いた曲なんです。だからなんかすごい海の底みたいな感情ではあるけど、なんか割と溢れ出したように超一気に書いた曲だったね。だからなので、その今日別にこの曲にした意味みたいのは特になくて、そうです、久しぶりにいい曲だなと思って今弾きました。言葉遊び頑張りましたね。そうで、そう最初はさ、A メロと A メロ B メロは、その歌詞も大体一緒なんですよ。空がとか泣き出しそうとかさ、人で溢れた交差点とか、ね、あ、そう、人で溢れた交差点っていうのは渋谷のことなんですけど大体ね、人すごいから渋谷は。だから渋谷行ったことなかったけど、渋谷の思って、渋谷の交差点を思って交差点って言われた。そう、まあね、人それぞれいろんな交差点があると思いますからそう、でも私の思うね、交差点はね、学生時代に住んでた時の交差点、すんごいちっちゃい交差点があるんだけど、そこで思いついた。そこで、あ、もしかして渋谷だったら多分もう何百倍もいるんだろうなと思って、すっごい本当に小さいなんかね、本当に10メートルもあったかな、10メートル15メートルくらいの小さな交差点で思いついた、人で溢れた交差点っていう曲でしたはい。で、そう、この曲もね、早くレコーディングしたいなと思ってるので、弾き語りバージョンでね、いっぱい出そうと思ってますって感じで、とりあえず弾き語りを終えました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、このコーナーではリスナーの皆様から弾き語りしてほしい曲をね、募集しています。公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームやスタンド FM のレター、 SNS 各種 DM などでお願いいたします。というわけでね、こんな曲カバーしてほしいよなんてものあればぜひお願いします。なんか今言おうと思ったんですけど、なんだっけな、忘れちゃったな。交差点の話じゃなくて弾き語り、あ、そうそう、レコーディングだ。そう、レコーディングさ、みんなは一体どうするんだろう私、そのサポートメンバーとかもちょっとちゃんと考えててね、そう、楽しいものを作れたらいいなと思ってるので、この新回もね、しっかり音源が出せたら、ここで披露できればと思います。練り替えました、イエーイラジオの毎回見せてます、今撮ってるので。あ、これも見せます。あ、間違えた、こっちか逆だった聞こえたかな、どうでもいいですよね、ごめんなさいはい、というわけで皆さん本当にね、新年一発目というわけで、次回もね、これからもいっぱい聞き語りは続いていくので、というわけで新年一発目は新回でした。ありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。フラワーで瞳の奥のミルキーウェイ。ありがとうございます